時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのもの。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエトには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か。一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限りきっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ？私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし、願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。
ゾの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。まだ信じられない気分だ。本当にレラの鋭に挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか。私はそんなものを感じてる暇はないの。最初の一歩でしかないんだから。五人の鋭全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ、そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか。それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。ジルコたちが正面から敵を引きつけているはずだ。回り込んで潜入しましょう。大丈夫かな。他人の心配をしている場合、私たちにはやることがあるはずよ。
石の代わりらしいな。落ちたら一巻の終わりだ。俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ、この先は何があるかわからない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことね。急がないと。近いわ。もう少し離れて。ああ、すまない。そんなに近かったか。慣れてないの。誰かにそばに立たれるのが。茨のせいか。意外と優しいんだな。はあ？違うのか。茨で人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろ。それが無神経だって言うのよ。な悪かった。ただいろいろ大変なんだなって。俺はその痛みが分からないから。悪気がなかったのは分かったわ。上の階に鋭の間がある。リエゾはおそらくそこよ。
人剣決めて勝利の口よ。これで終わりだ。すごいな。これで通れる。急ぎましょう。ことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。パガン遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。ああ、いや、あれは何？何でもない。失礼なダナ人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて
その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。城内にもまだ兵士が残っているな。それでも少ない方よ。陽動がうまくいっているみたいね。いや、無事でいてくれ。おじけづいたの？違う、炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただなんだろう、あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくてもそれくらい分かってる。だといいけど。とはいえ長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全ての鋭を倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。ひどいの感じないんだったわね。羨ましい話だ。
の動きか。何をしてたんだ。働かされてたのよ。外の力仕事が無理な奴隷は城の中でレナ人の世話をさせられる。知らなかった。急にレナ兵たちが怒り出したんでみんな逃げ出したんだ。でも僕だけ見つかっちゃって。とにかくここにいては危ないわ。また装甲兵に見つかる前に早いところ逃げなさい。うん、助けてくれてありがとう。そうだ、これあげる。触らないで。ごめんなさい、僕ただお前が悪いんじゃないんだ。これくれるのか。うん、ここの昇降機の鍵役に立つ。ああ、すごく助かる。さあ
気をつけるんだぞ。奴隷に触られたくなくて怒鳴ったんじゃない。違うか。時間が惜しいわ。行きましょう。引き締めていこう。なんだこれは。これが修霊器。ダナの精霊力を集める装置。俺たちから奪った精霊力か。調子で行きましょう。
しないわよ。カム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 自由の実よ。ファーストエイド。行くわよ。終わりだ。マグナライト。セミナーライト。終わりだ。マジック。炎よ。巻き込め。炎よ。マジック。マジック。力がみなぎってくる。いるもんだな。こいつはまた別の鍵がいるみたいだな。さっさと片付けましょう。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。分かった。マグナレイ。どういうと。セミナー決めて。下げろ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。しかも岩と火ばかりで外と大して変わらないんだな。レナの城というから、なんていうか、もっとこう洗練されてるかと思ってたのに。皮肉のつもり？レナがみんなこんなのだとは思わないでもらいたいわね。じゃあなんでなんだ。大方あの男、ビエゾの趣味とかそんなところでしょうね。粗暴で品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。あの男の下に付かされた者たちには同情するわ。そうか。何？いや、俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも
言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから、うん、せいぜい死なないように気をつけるよ。突破するぞ。マジだ。もっと力が必要ね。あのズーグルならやめておきなさい。力不足か。
片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。昇降機、あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。ここは他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。道理で。よし、行くぞ。いよいよスルドビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでって、カラグリアを支配するスルドじゃないのか？いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスターコアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が
気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか。ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う、それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。ビエゾか。ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったが、ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ。ルスットがスルトの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。お前を倒してダナを解放する。ご作務。顔もない奴隷風情が。魔人剣マグナレイ水の力で。絶対なんて威力だ。でも空中では隙だらけよ。ヤツが飛んだら撃ち落とすわ。分かった、頼む。オラオラ。いや、どうする。どういうぞ。マグナレイ水の力で。治癒の術よ。はい、ごめん。ファーストインカム。暴力なんかに。オラオラ。いや、どうする。マグナレイ水の力で。マジで。どういうぞ。オラ。撃つ、もう一発。バッカイバー。マグナレイ。いや、どうぞ。水の力で。終わりだ。違う。行くわよ。はい、やっ、さらに炎よ巻き込め。下げろ、飛べ。炎よ巻き込め。まさまぎれよ。終わりだ。行くわよ。水の力で。飛べ。さあ倒れろ。炎よさせない。うわっ。リエゾ、覚悟なさい。離さない。はい、撃ち込む。さらに撃ち込む。どういうと。ルミナーヤスを下げろ。こいつで魔王エミリー。様なんぞに。やっと。はぁ、バッタイザー。火の精霊に。やっと。どれほどでやる。おら、撃ち込む。炎よ巻き込め。さまげよ。次行くわよ。あげるわ。ルミナーヤスを。水の力で。オラオラ。ルミナーヤスを。はい、次決めてやる。火の精霊術よ。バーンストライク。オラオラ。そこ終わりよ。そこだ。どういうと。水の力で。あげろ。バグラ。どれいうことにか。バーンストライク。オラ。どういうと。やれるわ。よし。水の力で。炎よ。
ですよ。バーンストライク。やっと苦しむ力を借りる。これで終わりだ。奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。黙るか！
グナレイ影の魔王エリータ。覚悟するんだな。何をする気だ。危険よ、止めないと。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を向く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物、どうしたら。精霊力だと、もしかしたら。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。
それでも僕らスタンドアップ仮面越しに守ってんの神殿し測ってんの運命を今超えてこう叫んでみて僕ら一人じゃないから Yeah, just like the flowers that bloom and fall to be over and over again炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ、俺たちが駆けつけた時お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか、無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したと言っても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門、ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。
何かあったんだろうか。今日は屋根の下で休めそうね。炎の剣の力は期待以上ね、うん、あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊機の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どのみちこれ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの？シオンは怖くないのか。あれほどの力を振るうことが。いいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり？わかったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。できたわ。食べなさい。金槌の音っていいよな。何かあったんだろうか。